まずドライイーストの予備発酵をします。40度ほどのぬるま湯を 147g 用意します。必ず触ってみて熱くないかチェックしてください。熱いと酵母が弱ってしまいます。ドライイースト 3g と砂糖 1g を入れてよく混ぜます。混ざったら室温で5分放置すれば OK です。はい、5分経ったので粉類を測っていきます。強力粉 160g、 薄力粉 40g、 塩 3.9g、 砂糖 8g を入れてひとまとまりにします。粉っぽいところがなくなるまでよく混ぜてください。今回の生地は混ぜるときは手のひら全体を使わずに指先の方だけを使ってぐるぐる混ぜながらまとめていくとベタベタしなくて混ぜやすいです。この生地は油脂が全く入らないので粘り気がとても強くて、手のひら全体でいつもみたいにぐちゃぐちゃ混ぜてしまうと手にべったりと張り付いて大変なことになってしまいます。最初はちょっと粉っぽいような感じがしますが、だんだん粉と水が馴染んできてベタっとした状態に変化してきます。はい、混ざった後はこんな状態です。かなりベタつく生地になっています。もしこれよりも生地が硬いなぁと感じる場合は、常温のお水を少しずつ様子を見ながら足して、このくらいの柔らかさになるように調節をしてください。手をきれいにします。周りに広がった生地も集めます。少し平らにならしておきます。熱を均等に行き渡らせるためです。はい、こんなもんで OK です。レンジ 600W で20秒チンします。ヘラで外から中央に折りたたんでいきます。だいたい2周ほど折りたためば OK です。かなり柔らかい生地なので折りたたむのが難しいとは思うんですが、もう適当で大丈夫です。なんとなく折りたたむような動作をしておいてください。はい、 OK です。あとは先ほどと同じようにヘラで外から中央に折りたたみながら丸めていきます。こうすることで表面が張った感じになるので、ガス保持力がアップして、この後の一次発酵でしっかりガスを溜め込むことができます。もうここでも適当に折りたたんでおいていただければ大丈夫です。はい、こんなもんで OK です。ラップをします。レンジ 600W で10秒チンします。はい、加熱ができたらそのままレンジ庫内に15分放置します。はい、15分経ちました。これで一次発酵が完了になります。生地の表面に打ち粉をまぶします。まな板にも打ち粉をしっかりなじませておきます。ヘ
ヘラでそこから少しずつ剥がして、なるべく形を保った状態で取り出します。こんな感じです。ベタつくので両面にしっかり粉をまぶしておきます。はい、まな板の下に濡れ布巾を敷いておくと、まな板が滑らないので作業がしやすいです。最初に手で少し押さえて長方形っぽく伸ばしておきます。そしたら綿棒で大きめの長方形に伸ばしていきます。綿棒は常に中央から外に向けて当てていくのがコツになります。はい、大きさの目安としては大人の手が3つ分余裕で入るぐらいの大きさです。三つ折りにします。横長に置きます。ベタつくときは粉を使いながら作業してください。再び長方形に伸ばしていきます。縦が18センチ、横が28センチぐらいの大きさです。先ほどよりはちょっと小さめの長方形に伸ばします。もう一度三つ折りにします。横長に置きます。では最終伸ばしをしていきます。もうそんなに大きく伸ばす必要はないので、ここでは厚みを均一に整えるようなイメージで綿棒を当てていきます。最後だけはきっちりと長さを測ります。縦が15センチ、横が20センチの長方形に伸ばします。4センチ間隔で下書きをしていきます。これでちょうど5等分になります。包丁で押し切るようにしてカットしていきます。ちょっと台が狭いので一旦こちらに避けておきます。まな板の端に粉を多めに出しておいて、このカットした断面のところが特にベタベタするので、断面にしっかり粉をつけておきます。綿棒で少し伸ばします。縦方向をしっかり伸ばすといいです。そしたらベーコンの端と端を合わせておきます。トン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 と叩きながら伸ばします。ブラックペッパーはお好みでかけてください。手前に少し折りたたんで、あとは端から端までこのように薄くつまんで閉じていきます。はい、成形完了です。はい、成形ができたらオーブンは空の状態で予熱温度180度2分でスタートをします。もし予熱の時間が設定できないオーブンの場合は、予熱を180度設定にしてスタートをして、2分後にスイッチをオフにすれば OK です。その間にカットをしておきます。
ハサミは斜め45度にして、刃先は鉄板につけた状態でチョキンとカットすると綺麗にできます。こんな感じで、刃先は常に鉄板についた状態でチョキンチョキンと切っていきます。もしベタつくときはこのように粉を少しつけてからカットすればスムーズにカットできます。乾燥防止に霧吹きで水を全体にたっぷりかけておきます。はい、2分経ったら庫内に手を入れてみます。ほんのりと暖かくなっていたら生地を入れます。もし手を入れた時に明らかに熱いと感じたら、このように中の熱を少し逃がしてあげてください。すぐに粉への温度が下がってきますので、その後で生地を入れてください。このままスイッチはオフの状態で10分放置します。二次発酵です。